鈴木信之です。こんにちは。今日2月13日ですが、韓国ソウルで、もう半年になりますね。出国禁止措置にされて、そして日本に帰ってこれない産経新聞の前ソウル支局長加藤達也記者、彼が、出国禁止はおかしいということでね、その措置を解除を求めたんですが、韓国司法は、加藤さんの訴えを棄却、日本に帰ったらもう帰ってこないんじゃないかと、加藤さんは正々堂々といつでも裁判に出ると、これまでも3回裁判出てるんですから、そう言ってるにもかかわらずですね、韓国政府は出国禁止を解除しませんでした。これは言論の自由への挑戦、そして報道の自由への挑戦、まあ、韓国政府は、日本だけではなくて国際社会からですね、いかなる批判を浴びようと、大統領を批判した日本人記者はただじゃおかないぞというね、姿勢を一貫して崩しておりません。この韓国の措置に対してですね、日本政府の対応というのは、これ、はっきり言って弱腰も最たるもんですね。頼りなさすぎる。ましてや今月竹島の日の後23日に日韓通貨スワップ、100億ドルの通貨スワップの延長が、どうやら、日韓両国政府の間で検討されているらしいと。これもおかしな話ですよ。人質を取られてね、1兆円ですよ。1兆円の通貨スワップをこれ延長するなどということがあったら、もう日本政府っていうのは誰のためにあるのか。日韓友好っていう言葉はね、日本国民の犠牲の上に、ね、成り立つのかということになります。加藤達也産経新聞前支局長の身柄をね、強硬に日本政府は韓国政府に対して、取り戻すべくね、強硬に、対応を訴えるべきです。場合によっては、韓国在日韓国大使、並びに大使館員に対して、時間を切ってね、加藤達也記者を帰国させないならば、書簡らは、日本国から何時間以内に、出ていくようにというような、措置を私は取るべきだと思う。また、加藤記者が、帰国できないのであれば、ね、これ人質外交ですよ。ただ単に、パク・クネ大統領のスキャンダルをね、韓国のでも報道されている内容ですよ。それを産経新聞が書いたというだけの話じゃないですか。大統領の批判への批判を許さないというね、こんな馬鹿げた韓国のやり方に日本政府はね、何を手ぬるいことやってんですか。ソウルにいる日本大使を召喚するべきですよ。日本大使館を新たに建築するなど持ってのほかない。日本大使館などはね、とっとと閉鎖して、日韓の外交に対してね、熱い扉をバシンと閉める。そして、加藤達也記者をね、何としても取り返すんだというね、強い強い意志を示すべきです。それなくしてね、日韓の友好などというのは口が裂けても言ってはいけない。報道の自由、言論の自由を奪う、そして大統領への批判を許さない。韓国国内でやるならまだしもね、日本国民にはこんな馬鹿げた暴挙は通用しません。韓国に対して強い強い強い制裁を私は求めます。日本政府は断固とした対応を取るべきであると主張させていただきます。以上です。